ですね、なんと初めての山梨すごい幸せな気分たっぷりです。もう本当に最高です。ずっと行きたかったんですけれども、なかなか機会なくて、今回はやっと願いが叶いました。で、そして今日はいろいろ予定してるんですけれども、なんか全部予定通りに行くといいんですけれども、とりあえずまずは最初のスポットは忍野八海です。わあ、すごい楽しみなんです。池はとっても綺麗な場所になります。なのでちょっと皆さんと一緒にぜひ見てみましょう。わあ、綺麗。なんか最初からもうこんな素敵な自然に囲まれてすごくワクワクしますね。あとやっと少し晴れてきたので、もう晴れてるうちに回らないと、急いで回らなくちゃっていう感じになってます。ほら、川素敵。川の水もすごく綺麗です。透き通ってみますね。わー、忍野八海は富士山の東北麓にあって、雪解け水が湧いてできた池のことです。とにかく水がとっても綺麗なところですね。わあ、カマたち何か餌を探してますね。八つの池があって、国の天然記念物、そして富士山の構成資産の一部として世界遺産に認定されています。八つの池はそれぞれ違って、見るだけで楽しくてとっても癒されます。とにかく水の透明度と綺麗な青色に驚きました。最後のメイン
のところに一緒に行きたいと思います。すごく素敵ですよ。もう見えていますよ。その前に長寿の泉があって、でこれを飲むと長生きしますね。長生きしたい。では先に手洗います。順番が合ってるといいんだけど、感じてます。浸透してきますね。長い息が私たちの中に。あー、おいしい。お願いします。あー、見てください。見えてきましたよ。すごい素敵。池自体はそれほど大きくないんですけれども、1メートルほど掘ってあって、水はとっても綺麗です。透明感もあるし、あと甘みもすごい出ているので、ぜひ見てみてくださいね。あー、すごい綺麗。遠くの奥までも見えてるし、今はちょっとね曇ってるんですけれども、空も映ってて綺麗。魚たちが何か空を飛んでいるみたいかのようです。すごい素敵。綺麗。流れもなくて、なんか浮いてる感じになってますね。青い魚たちとかもいるし、素敵。あとはコインとかはいっぱい投げている人もいるらしいんですけれども、これは実はダメです。もし来た人にはコイン投げないでくださいって書いてあります。罰金も取られます。すごい、こっち側も。植物もありますね。海藻って言えないんですよね、これは。素敵。これですごく晴れてたら、あと富士山映ったらもう最高に綺麗ですよね。でも今でももう最高。奇跡、晴れました。感動的、絵になる絶景ですね。次の癒しのスポットに向かいます。
今度は鳴沢氷穴のところに来ました。なんかしゃがんで歩く洞窟、そして寒いところなんですよ。ひんやりだって、寒いかな。おー、暗い。そろそろ入りたいと思います。わー、寒いし濡れてるし、ちょっともう震え出しましたよ。これだいぶさ、見えますか、これどれだけしゃがんで行かなきゃいけないのか。ちょっと、おー寒い、寒いのと狭いのと、あー氷もありましたね。っていうかもう声も震えてるし、カメラも震えてるし、とても寒いんです。何度ぐらいかな、3度とかそんな感じですかね。いいですね。不思議なところですね。ですが、体がとっても温度差にびっくりです。あー戻ってきましたよ、すごい。あーよかった。寒かったな、とっても。湖や川、自然がとっても豊かですね。別世界かのようですね。そして最後のお楽しみは、桃です。山梨に来たらもちろん桃ですね。今桃の季節ですね。山梨はねすごいフルーツが有名なので、食べたい。甘い、すごく甘い、結構好き。わー美味しい。ちょっとね下へもう少し引っ手を下の方。はい、みずみずしくて甘くて美味しい。箱も買いたいな、箱も買いたいな。どれにしようかな。欲張って2つも欲しいんだけど、でももう欲張って買えない。バナナもいっぱい入ってるね。これ箱に入ってたりとか、もうちょっと粒が大きいものもありますね。どれにしよう、迷うな。箱1個にするけど、どれにするかちょっとね、どうしよう。大きいかな、大きいのにしようかな。この子たちと一緒に東京に戻ります。感動いっぱいの素敵な一日でした。こちらはさくらんぼの木に囲まれて、桃狩りで採った桃を食べられます。あーまた来たいな。
今度は前の波に行きたいな。ご視聴ありがとうございました。